どうもこんにちは、世界的 VIP 源英です。最近だとライブ配信って気軽にできるからさ、みんなやってんじゃないですか。あとはスカイプとかの、ビデオ通話とかもやっぱいろんな人とね、やり取りができてね、非常に便利なツールじゃないですか。そんな時あれ必要ですよね。そう、ウェブカメラ。これ僕ね、ずっと使ってるんですけど、ロジクールのウェブカメラなんですけど、ウェブカメラが必要なんですけども、いやでもやっぱ最近だとスマートフォンとかでライブ配信とかスカイプとかやる人多いんで、パソコンでやるってなった時に、いや持ってないんすよっていう人もね、もしかしたらねいらっしゃるかなということで、そういった時のね対処方法はねありますんでね、ぜひですね今回紹介させていただければなという感じに思います。というのもどういうこととかで言うと、わざわざそのためにウェブカメラを買うのってちょっと気が引けるじゃないですか。そんな時はこれですよ。そう、スマートフォン、今回 iPhone ですね。 iPhone のお話なんでございますけども、なんと iPhone がですねウェブカメラとして使えるんですよ。これ皆さんご存知ですかね。僕あんまり聞かないので、もしかしたら皆さん知らないのかなと思いまして、ちょっと情報をシェアさせていただければなと思います。はい、どういうことかというと、そのままですね、iPhone のインカメラアウトカメラをウェブカメラとして使って、そのままやり取りをすることができると。まあ実際ね、見てもらった方が分かりやすいと思いますんで、早速やっていきましょう。まずはですね、準備をしなきゃいけないんですけども、まずこちらの iPhone の方にですね、 iVCAM というねアプリを入れていただきます。もうそれだけです。はい、それとですね、パソコンにもですね、この iVCAM をインストールしていただく必要があります。だから iPhone とパソコンにね入れてもらえれば、もう準備は完了という感じですね。じゃあ早速セッティングしていきます。はい、ということでですね、まずは OBS を使ってですね、こちら iPhone をウェブカメラとして認識するのかっていうね確認をねやっていきたいと思います。はい、まずですね、こちらの iPhone の方でこの iVCAM というねアプリを起動します。はい、アプリをね起動するだけでこんな感じでカメラになります。こんな感じです。まずはですね、 OBS を設定する必要があるんですけども、こちらのですね映像キャプチャーデバイスに認識させる必要があります。やっていきましょう。はい、今だとね、まあ違うやつになってるんですけど、これですね、これをこのiVCAM に設定します。はい、そんだけ。はい、こんだけでございます。はい、こんな感じでね、はいはい、イエーイ。はい、こんな感じでもうウェブカメラとして認識されました。ちなみにインカメラも映ります。こんな感じでもう本当にウェブカメラを使ってる感じでできます。これ今 iPhone で撮影してます。こんな感じでね撮影しています。こう iPhone を僕に向けてるんだけど、ウェブカメラとして認識されてるっていうのがねわかるかなと思います。はい、続きましてですね、スカイプ、これビデオ通話をするには絶対ウェブカメラって必要なんですけども、まあ手元にありません。困りました。はい、どうしましょう。そう、 iPhone を使うんでございますよ。先ほどと同じですね。まあちょっと設定からですね、ビデオカメラいけますよっていうのをね見せたいと思います。ご覧ください。はい、ということでまずはこれですね、スカイプの設定、これ音声ビデオっていうのがあるんですけど、これ設定していただいて、カメラここですね、ここ今これしかないので選べないんですけども、 iVCAM っていうのにね選んでいただきます。そうすると、はい、認識されました。こんな感じですね。はい、こんな感じで認識されました。もちろんですね、インカメラもね、使えるようになってます。スカイプの画面ご覧いただければわかると思うんですけども、使えるようになってると思います。こんな感じでスカイプでもですね、 iPhone をですねウェブカメラとして認識することができました。はい、とまあこんな感じだったんですけども、いかがだったでしょうか。非常にですね、難しい設定なんか何一つないんですね。もう iPhone をウェブカメラ、これ気軽じゃないですか。本当に気軽で、そして手軽、めちゃくちゃ便利なんですよね。だからちょっとしたことでウェブカメラが必要なんだけどないし、わざわざ買うのもっていう人は、お手持ちの iPhone でですね、ウェブカメラの代わりになってくれますんでね、ぜひですね、お試ししていただければいいんじゃないかなという感じに思います。はい、そんなこんなで今回ですね、 iPhone をウェブカメラにしてみました。非常に便利、お試しください。お疲れ様でした。